はいどうもこんにちは。今回は悪魔城ドラキュラ X セレクションというものを PS4 でダウンロードしたので、今回は血のロンドというゲームをプレイしていきたいと思います。はい、早速始めていきます。コナミさんのゲームですね。 For longer time, 古き良き時代、人々は繁栄と平和のみを貪り続け、おそらくこの先も不安な日々は来ない。そう誰もが思ったに違いなかった。繁栄と平和の裏には必ず邪悪なる者がいる。人々の繁栄を拒み、平和を辛くという。闇の力を蘇らせ、辛くしたこの世を創生した直そうとする者が集まった。いずれも笑みを浮かべて、この先の創生期待を膨らませているのである。100年の後、再び邪悪なる者が復活したのである。その者はコウモリに、オオカミに、そしてキリに姿を変え、主に夜を好んで行動する。若い女性の血を吸い、永久の生命を保っている者。悪魔城の城主、邪神の神、ドラキュラ伯爵の復活であった。悪魔城ドラキュラ X 血のロンド、プッシュスタート。早速始めていきますね。オープニング結構怖かったですね。ネームエントリーですね。操作確認の方を、あらかじめ、少しだけやっていました。じゃあ2番目で、早速やっていきたいと思います。名前適当でいいですね。びっくりびっくり。あ、エンドでいいですか。はい、ゲームスタート。いやー、序盤のアニメーションかっこいいっすね。結構昔のゲームなんですけどもね。プロローグステージ0。馬を走らせつつ死神が来ると。ストックらっちゃった。かんねえ、しゃかんねえ。試して信じよう。えい。死神ですね、このキャラは。こうはいかんぞ。そうはいかんのって。
悪魔女ドラキュラシリーズに、後半のボスですね、死神っていうのが出てきますね。自分は悪魔女シリーズはほぼやってますね。ラルフとかシモンとか、ファミコンとかのも、少しやってましたね。ただこの血のロンドは、初見ですね。クリアしたことないんですね。PSP にもね、ありましたよね。血のロンド。リヒターベルモンドが出てくるゲーム。そちらの方はクリアしたことがあるんですけどもね。こちらのゲームは初めてですね。結構食らってますね。いやーもう BGM が神 かっこいい。この BGM いいですよね。剣魂の血族っていう曲名ですよね。ゴーレムか。でっかい。序盤のアニメーションにいた、でっかいですか。悪魔城シリーズは本当難しいですよね。後半に行けば行くほど難しいですね。序盤も難しいですからね、悪魔城って。城が見えますね、後ろに。これ物いいですね。上に飛んでるんで。おっと、避けれるか。当たんなかった。これ三角で必殺技も出ます。ボスを倒すと、この赤い玉みたいのが出てきますね。これを取ると、ステージクリアとなります。ボス一応ノーダメだったのも良かったですね。ただこれからちょっとどうなってくるかわからないですね。ステージにもうこの辺からもむずくなってくると思いますね。PSP でもまあやっていたので、この辺でもちょっと違うと思うので。もうね、こういうコウモリはね、もう先に倒しておかないとね、飛ばれるとね結構ダメージを食らってしまうんで、ね、なかなか当てづらいっていうか。ああ、まあ硬いですよねこれね。これよく見ても対処するしかない。もうこのゲームはもうぐだる可能性マックスですからね。悪魔城やるのも結構久しぶりですよ。この目玉も厄介ですね。うわー、飛んじゃった。ファミコンの悪魔城伝説もめっちゃ難しかったですよね。うわー、マジか。やばいやばいやばい。半分削られたもん。やばいな、このゲーム。このゲームってあと女性キャラいるので、
助けながらですね。うわ、マジか、当たった。今鍵を取りましたね。やばい、当たった。これやばいな、体力的に。マジで、いやもうギリギリすぎる。うわー、マジか、やられてしまいました。これもう落ちない方がいいっすね。このゾンビやばいっすね。あの一回当たると二連続食らったりするんで、ダメージ量やばいっすね。ジャンプするのいいんですけどね、着地点に敵がいたら普通にダメージ食らいますからね。いや、さっき落ちてしまいましたね。一回死んでしまいました。おお、来てた。めっちゃ画面揺れた。お肉、肉を取ると体力が回復しますね。うわー、何これ、マジで。この敵の名前はハンギョジンだったかな。魚みたいな敵ですね。鍵を使うと、女性キャラいますね。助けれますね。お兄ちゃん、誰？リヒト？俺はリヒター・ベルモンド、ヴァンパイアハンターだ。君は？私はマリア・ラーネット。お兄ちゃんのこと、姉と姉ちゃんに聞いたことがあるよ。悪いおじちゃんをやっつけに来たんだけど、捕まっちゃったの。マリアんちもヴァンパイアハンターなんだよ。だから今から友達ね。友達ね。だがな、マリアにはまだ無理だ。悪いおじちゃんをやっつけるのはお兄ちゃんに任しときな。おお、そんなことないもん。マリア平気だもん。めっちゃ笑ってる。マリアね、PSP 版でめっちゃ強かったですね。まあリヒターより使いやすいといえば使いやすいですね。マリア使いたいですね。ただね、マリアはダメージめっちゃでかいんでね、食らっちゃうとやばいっていう。狼人間みたいなやつか。うわ、なんだっけ、ぐるぐる、やばい、避けれなかったか。三角ボタンで必殺技で。ローリングアタックはやばい。きついな。このステージ2でやばいっすね。早い。やばい。やばい。マジか。どんだけだ。マジか。食らった。危なかった。体力やばいな。最後のあれ食らって死んでたらもう相打ちでしたね。
ジャンプしてステージクリア。体力1、やばい、危なかった。ステージ3。なんだこのアーマーみたいなやつ。この BGM いいですよね。血の涙ですよね。まあ悪魔城といえばこの曲が結構有名ですよね。まあこいつ防御するな。まあ大体攻めた方がいいですね。なんかあるかな。あと音を出た。硬いな、やっぱアーマー。アーマー系やっぱ硬いですよね。テン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 。やばいやばい、弾いてる。なんかないかな。肉か。うわー、なんだこの猿骸骨の。てん。当たり判定なかったな。骸骨も倒さないと、あの、骨を投げてくるんで。なんだ。なんだこれ。時計を取りましたね。止まんなかった、こいつ。こいつ止まんないの。ゆっくりになるんですよ、時計使うと。他のシリーズだとピタッと止まりますよね。今回、ゆっくりなんですよ。これ知らなかったですね。飲み男も倒さないといつまでも追ってきますからね。時計使えばゆっくりになりますね、これ。時計の方がいいかな。うわ、マジか。戻った。なるべく死にたくないな。メデューサ。この、間のこの、踏むと回転して落ちるやつですよね。悪魔城によくありますよね。やっぱ時計が一番いいんですよね。肉。取ったけどダメージ食らった。うわ、あと骨投げてきた。やっぱ時計いいですね。ゆっくりになるっていうの結構いいです。この骸骨硬い。何してくんだ。変だで、もう攻めた方がいいですね。追い詰められるとまずい。オッケー。あー、肉後ろに出てきたのか。あれあれば分かった。ESP 版だともう この辺りからもうむずいっすからね。時計はいいんですけど、ハート結構使うんだよね。やばい、落ちるか。これ、まずい。後ろまずい。前行ってくれたからよかった。後ろから囲まれるとまずいっすね。これはきつい。あー、落ちた。あれ、どこだここ。死んだと思ったら、ここどこだ。肉あった。え、ここ何。あ、落ちて死んだと思ったら、なんだここ。やばいやばいやばい。これ
と言っていいのかもわかんないな。完全にこれ なんかこれウェイクっぽいけど大丈夫か、こっちで合ってるか。いけないマジか。やっぱこれウェイク用だったのか。やばいやばい、骨が。落ちて、やばいな。結構行かなくてもいいところでダメージ食らいましたね。飲み男嫌だな。なんだここ。アーマー兵が。いけましたね。ボスか。クロスを取りましたね。威力としては悪魔城の中では最大ですね。なんかちょっとヘッドホンがガサガサして、一回ちょっと塗ってみますね。オッケー、治りましたね。ステージ3のボスですね。牛かな。効かね。マジか、まずいまずい。追い詰められるのはどういうの。結構攻めていかない。わあやばい、敵か。やばい、追い詰められた。上に行って、やばい、危ない。まずいまずい、なんだ。避けれない、死んだ。追い詰められるとまずいですね。もう難しいな、ステージ3から。クロス24、あの緑で点滅してれば必殺技使えますね。さあ2戦目ですね。いやーきつい、攻めていきたいな。さっき近づきすぎて石化になっちゃったな。ちょうどいい距離を取りたいな。斧で弾かれるな、これ意味ないな。意味あるかな、このクラス。なんだこれ、やばいやばいやばい。うわーマジか、つらい。倒した。つらい、つらすぎる。この最後の攻撃って食らっても死なないかな。さっきも食らって HP1 で怒りましたね。いやーもう辛い。ステージ3クリア。やっぱライフル1。いやー辛いな。
やばい、飲み。ここあれですね、あの悪魔城で有名なあの拷問城です。結構骨出てきますね、ここ。おっと、この骸骨の竜はなんだ。やばいやばいやばい。倒した。この骨の竜はハートいっぱい落としますよ。うわーわー、マジか、骨に当たった。あー、クラスの方いいな。取れるかな、これ。取った。これ浮からいけるかな、大丈夫かな。わ、マジか、潰された。骸骨の骨は何だろうな。とりあえずもう炎を避けないとな。やっぱクロスいいっす。さっきの聖水だったらあの届かないと思うんで、骨の竜とか万能ですね、クロスは。おー、やっぱ強いな。前に投げて後ろに戻っていくんで2回ダメージ与えられますね。うわ、マジか、見てなかった。骨のあの変な竜みたいなやつに気を取られてた。クロス届かなかった、潰される。クロス、よいしょ。うわ、マジか。うわ、つらい、ここ。マジか、ちょっとだけでも前に行っちゃう。まずいまずい。これ地道なところ難しいですからね。体力まずいな、これ。肉ないかな、肉ないか。ね、目玉はね、先に倒さないといつまでもついてくるんで。クロス、やばい、やばい、まず、マジか。そろそろ肉欲しいな、ないか。やばい、炎、炎気をつけて。まず一回食らったりしてんだよ。うわ、まずいな、なんだこいつ。こいつはさっきの青いやつみたいな。あーまで効いてないか、まずいな。このままいったら追いかけてきますね。どうした。あー、これしゃがんでいけるかな。しゃがんでいけるかな。いくか。
ん、これで無知で移動速度を変える。いけるかこれ、わかんない。辛いな。なんだろうな、ああいう細かいギミックみたいのが悪魔女ってきついですよ。最初に目玉倒して、突進分かんなかったら気をつけよう。これね、倒さなくてもいいか、これ。いや、倒した方がいいか。上から投げられるか、まずいな。でも倒した方がよかった。倒しに行くか。わあ、ジャンプできなかった、階段に行った。辛いな、また体力が。やばいな、体力まずい。結構無駄なダメージ食らっちゃいましたね。これこっち突進だけか。これ辛いな。グニョンってなった時いけばいいのか、これ。いけるか。うわー、マジか。これわかんないな。大丈夫かな。うわー、またこれ嫌なんだけど。肉ない。当たったらやれるな。爆弾まずいな。爆弾はまずい。お渡し気になってるな、もう。行くないかな。ボス戦ですね。肉ないかな。ないか。肉あった。いやー、もうきついな。消えてる。お、これ重いの。危なかった。これ聖水いいですね。この位置から投げれば。うわ、マジか、刺された。つらい、やばいな。金戦法でやばい。あの骸骨みたいなやつがいつ来るか。来たわ、こっちに。やばい。そうそう、そのままに。まずいな。こいつここでくるくるやってればいいか。やばいな。
わあ。早すぎた。リセット残り2回か。ここもう1回やるのはちょっと嫌だな。2戦目ですね。いやー難しいな。多少ダメージ与えて節水で倒したいな。なるべく最初らへんは近づいて。うわー当たった。ちょっと引きつけないとダメですよね。うわ、うわ戻ってくる時がやばい遅い。よしよし、これで先生でご利用せないかな。うん、ちょっとそれやめてほしいんだよな。これならいいんだけど、さっきみたいに。よしよし。そうそうそう、そういうので、ちょっと、2コンボ、ちょっと。やばいやばい、前来た。逃げれる？これ。はい。ここで、できないか。当たるか、ここ。引きつけて、ポンと。やばい、そのパターンがまずい。きついな。うわ、マジか。よし、あと、これ、これ、はい。なになに？うお、危ない、危なかった。いやーもう倒したと思ったら最後攻撃してくるのまずいな。あれ、ステージクリア。もうきついな。結構ギリギリですねこれ。なんか幽霊戦のステージ。骸骨倒して先進んだ方がいいか。ちょっと押されるとまずい。先行った方がいいか。まずいまずいまずい、来た。なんか、はい、またプツプツ。うわ早い。BGM かっこいいな、幽霊戦の。ナイフでいいか。弓矢、こういうのって大体しゃがんでればいいか。きついなこのゲーム。なんもないか。なんか今なんもないか。行く。おーっとまずい。この位置当たんないか。ちょっと、うわーうわまずいまずいまずい。コンボ切れ。マジでかっこいいなここの BGM が。うわ、ここ嫌だな。なんだこれ。赤いのをやればいいのか。骨か。
まずい。おやばいやばいやばい、接近戦、弓の方が早いな。あれまずい、飛んできた。落ち着いてタイミングを、はい、これはPSP でもあったんですけどもね、これあの即死ですよね当たるとこれ即死でやられてしまうんでね、これパターン見れないかな。大体遠くからこれ攻撃してれば大丈夫なはずなんで、この辺の位置からやっとけばいいのか。はめれる、これはめてるはめてる今はめてたけど、この位置でさ今みたいにはめれるといいよ。よし、もう PSP もここ難しかったですからね。銃も叩いて、まずなんもないか。肉が欲しい、肉うわ、飲み男が乗ってる鳩、まずいな。鉄球野郎もいいんですよ、まずい。どうやってもやばいっすからね、これね。届いてもまずい。うわ、当たんなかった、くそー。この増えるとまずいんですよね。どんどん現れてくるな、これ、はい、まずいな、これ飲み男。うわ、絶対ダメージやばいし、これ当たったら。うわ、伸び男ならまだいい、これやばいでしょ当たったら。いけ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 、ナイフ、クース、やっぱナイフはちょっと威力が弱いですね。やばい、どんどん来た、はい、危ない。うわーやばい、まだいた、きついきつい、はい、くっ、俺をびき寄せて、銃か、ここでやられたくない。いやー難しいな、やっぱ肉ゲット、よし、クロス、やっぱクロスだ。大体悪魔城ってクロスか聖水取っとけばいいですからね。あと時計か、基本まあナイフ以外だったらいいですね。斧もいいんですけどね、上にいる敵くらいしか攻撃できないんで。死神か、これ嫌だな。死神はね、歴代でもね結構難しいキャラなんで、大体この死神の鎌に使って攻撃してくるんで。必殺技できるか、グランドクロス倒して、よしよし、どんどんいけ、やばい、ちょダメージやばいよこれ、当たんないでくれ、やばい、あと1回食らったらやばい。なんだこれ、かっこいいあれはかっこいい、きついな、やっぱ死神はこいつ何、いやーマジで、これうわー切られた。
行けなかった。ここから先に阻止された死神に。いやー、きつい戦いになりそうだな、これ。ここから先には行かせぬ。必殺技を使うべきか。うわー、食らった。必殺技、うわー、だいたいこれ移動してれば当たらないかな。うわ、あ、マジ落ちた。死神がもうやばいな、やっぱ。あのカマ。はい、3戦目ですね。ここから先には行かせぬ。うん、やっぱり必殺技もう使っといた方がいいか。あんま端っこいるともうさっきみたいに落ちてしまうと思うんで。これいやー、どうやって避ければいいんだ。あれ、つらいつらいつらい。やばい、ゼロ回だ。これ全部死ぬとステージの最初からですね。4戦目。いやー、難しいな。クロスをうまく使って。いやー、もうつらい。これつらいな、ほんと。うん、まずい、まずい、こっち来ちゃった。うわー、まずい。うわー、ゲームオーバー。いやー、やっぱ死神この幽霊戦きついですね。ということで、今回は、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は、幽霊戦ですね。ゲームオーバーになったので、幽霊戦最初からですね。死神なんとか倒したいですね。また次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。